はい、どうもカツキンです。今回はこちら神代植物公園。それでは早速歩いていきましょう。皆さん、カメラ持って出かけたのに曇ってたり寒かったりして後悔することってありませんか？そんな時におすすめなのが温室。今の時期なかなか見られない植物とか、日本では見られない植物も見られるんで、最近植物の撮影にマンネリしてきたなーって方にもおすすめです。皆さんは温室で撮影したことありますか？よかったらコメント欄で教えてください。温室での撮影は公園とかでの撮影とは違ったメリットとデメリットがあります。そういったことを踏まえて、今回は温室ならではの撮り方と注意点を実際に撮影しながら紹介していこうと思います。さあ入っていきますよ。おー、いろんな植物が生い茂ってますね。でもよく見ると普段あんま見ない植物ばっか。アジサイみたいなお花が咲いてますね。これはドンベアっていうお花みたいです。すぐそばにネムの木があるんで、枯れたドンベアと一緒に撮ってみます。いやーすごいですね。異国に来てる感覚。これはエンジェルストランペットですね。ラッパ状のお花がぶら下がるように咲いてます。ぐにゃっとしてる枝も特徴的。ここからだと枝の間からお花が見えますね。額縁っぽくなるように枝を入れて撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、日の丸構図でエンジェルストランペット、額縁構図で枝を入れて撮ってみました。指で構図を作ってるみたいですね。逆光で撮ったことで花びらが透けてお花の柔らかさを出せました。温室の植物は枝の伸び方にも特徴があります。それを何かに見立てて撮ってみるのも面白いんでおすすめです。それではまたまた歩いていきましょう。真下からだとお花の形が分かりづらいんで横からも撮ってみます。前ぼけで葉っぱを入れて、エンジェルストランペットの名前の通り天使のような優しい雰囲気でラッパ状の部分を撮ってみます。温室は屋外ほどいろんな位置や角度からは撮影できません。なので便利なズームレンズがあると撮影の幅が広がります。これはパパイヤの木ですね。葉っぱの付き方が面白いんで木の全体を撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、日の丸構図でパパイヤの実、放射構図でパパイヤの茎を入れて撮ってみました。大きい葉っぱを細い茎で支えているのが分かりますね。日の丸構図と放射構図で撮ったことで、実を大きく写してなくてもパパイヤってことが分かる写真になりました。こういう時に実の部分を大きく切り取りがちですけど、木の全体や葉っぱの付き方に注目して撮ると力強さなど変わった要素を写真に含めることができるんでおすすめです。それではまたまた歩いていきましょう。温室での撮影は建物の骨組みが映りやすかったりしますけど、温室の中に入ってくる光は反射して分散するんで柔らかい光で撮りやすくなります。この赤いお花は大紅豪冠って言うんですね。ブラシの木のお花とかネムの木のお花にも似てる。お花の色味を残しつつ逆光で撮りたいんで、お花の後ろに幹を入れて撮ってみます。温室の通路は狭いんで長時間立ち止まって撮影したりせず、道を譲り合いながら撮っていきましょうね。ここには変わった葉っぱ、窓かずらが生えてますね。葉っぱの形が特徴的なんで、前習えして可動式の液晶を使って真上から俯瞰で撮ってみます。
ハエコちゃんの写真なんですけど、日の丸構図で主題の窓かずらを入れて撮ってみました。宇宙人の顔みたいですね。ハイアングルで真上から撮ったことで、特徴でもある葉っぱの形をしっかり見せることができました。葉っぱを見る角度によって印象も変わってくるんで、どの角度から見たどの部分を写したいのか意識しながら撮っていきましょうね。それではまたまた歩いていきましょう。やっぱり温室歩いてるとポカポカしてきますね。あ、このツル面白いな。電話機のコードみたいですね。形が伝わるように逆光になる向きから明るい背景になるように撮ってみます。あれは日陰ヘゴの新芽ですね。大きなゼンマイみたい。山菜そばには乗り切らなさそう。でも実際に食べれるそうですね。手前の葉っぱをぼかして撮ってみます。こちらは日陰ヘゴの幹なんですけど、すごいですねこれ。点で模様がついてる。しかも全部同じ模様。不思議ですね。巻かれてるバニラの葉っぱも入れて撮ってみます。ハエコちゃんの写真なんですけど、三分割構図の左下に日陰ヘゴの幹を入れて撮ってみました。なんかの紋章みたいですね。近づけない距離にある被写体は望遠レンズを使うと、細かいところまで確認しながら大きく写すことができます。普段あまり見ないような特徴を見つけて、その特徴が伝わるように撮ってみましょうね。それではまたまた歩いていきましょう。遠くにも日陰ヘゴの新芽が見えるんで、今度はちょこんと入れて撮ってみます。乾燥地の植物のエリアにやってきました。これまたいろいろ生えてますね。すごいなこの幹。とっくりラン。葉っぱが垂れ下がってて、女性のデコルテみたいですね。縦構図で撮ってみます。ハイコちゃんの写真なんですけど、三角構図でとっくりランの幹を撮ってみました。自然のマネキンですね。葉っぱを程よく入れたことで女性っぽく見せることができました。目に留まった被写体をよく観察すると、いろんな表現ができるんで意識してみてくださいね。それではまたまた歩いていきましょう。お、これはソテツですね。一箇所から葉っぱが長く伸びてます。そうしたら遠近感が出るように広角レンズでぐっと近づいて放射構図で撮ってみます。写真の四つ角に葉っぱが来るように角度や向きを調節していきます。サボテンだらけだ。どのサボテン撮ろうかな。これかな。大きくてニョキニョキしてますね。ダイナミックに写したいんで、広角レンズで近づいて下から煽って撮ってみます。ハイコちゃんの写真なんですけど、サボテンを下から煽って撮ってみました。ジャンボリミッキー踊ってるみたいですね。広角レンズで近づいて下から煽って撮ったことで、大きいサボテンをより大きく見せることができました。温室の植物はある程度決められた場所にあって、撮影場所も限られたスペースしかないんで、オリジナリティを出すのは難しいですけど、個性的な植物が集まってるんで、それぞれの形や特徴に注目してみると、普段見られないような写真がたくさん撮れます。
植物の撮影にマンネリしてきた方はこの機会に温室撮影試してみてくださいね。はい、いかがだったでしょうか。今回は温室で撮影するメリットとデメリット、そして温室ならではの撮り方と注意点を実際に撮影しながら紹介していったんですけど、普段見られないような植物にたくさん出会えてめちゃくちゃ面白かったです。温室は季節や天候条件に左右されず植物を楽しむことができるんで、年間を通して状態のいい植物たちを撮影することができます。日頃から温室を整備してくださっている方々に感謝しながら楽しんでいきましょう。それと最後にもう一つ注意点、濡れたカメラを寒いところからあったかいところにいきなり移動させると結露して故障の原因になるんで、雨の日は気をつけてくださいね。これからもおシャンポの楽しさを分かりやすくお伝えしていきますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録いただいて、これからも一緒におシャンポしていきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜夕方6時カツキンのおシャンポチャンネル、次回もお楽しみに。それではまたおシャンポしましょう。またね。